秘密の契約破ってしまえ。秘密の契約とは破るためにある。大凡人国クソ憲法368条に基づき、秘密を抱えた者は懲役300年の刑に科す。ラブレターを送った者は懲役500年の刑に科す。両思いになった者は懲役800年の刑に科す。そして小指で約束を結んだ場合は死刑。俺とハウレスとテディさんの3人は屋敷へと戻ってきた。あ、戻ってきた。でも明智光秀と織田信長のカップリングから学んだことが、契約は破るためにあるだからな。その末裔であるグロバナーキは契約なんて書類程度じゃない？ふむ。もうすっかり暗くなってしまいましたね。確かに気分も上げてこうぜ。じゃあ空は暗いけど気分は上がる。そうだね。ベリアンさんたち相当心配してるでしょうね。確かに顔真っ青かもしれないな。真っ赤かも。私真っ青に1万銭かけるわ。ハウレスどうする？まあ真っ赤の方に行くしかないよね。確かに。テディどうした？不安なの？大丈夫だよ、私の部屋でかくまってあげるからね。怖い羊から逃がしてあげるからね。ん？緊張してるのか？緊張してるの決まってるでしょ。少しだけ、少しだけだって。少しだけ緊張してるに決まってるでしょ。ベリアンさんたちとは話したこともあるだろう。体験入学した時は少し強がりますからね、人は。そりゃ本入学となると緊張するに決まってるよね。あの頃の私だと思わないで。心配しなくても大丈夫だ。ここにいるみんなはお前の味方だ。優しい、ハウレス。ごめん、仲直りしよう。ありがとう、テディにそんな気遣ってくれてね。私のテディだからね。これから私のテディって名前にするからね。温かく迎えてくれるよ。ハウレス優しいな。さすが憧れの先輩。ハウレスさん、あ、これは惚れる。テディ、私はなんて呼んでくれるんだい？テディ。よし、それじゃあ中に入ろう。よし、行こう。レッツゴー。うんうん。あ、おはようございます。新年明けまして、新年明けましておめでとうございます。扉を開けるとムーが階段にお座りをして待って。ムー？うわ、あ、主様が帰ってきました。待ってたの、そこでずっと。ムー、ただいま。ムー、会えた、久しぶりに。おい、誰がお座りを解除していいと言った？うー、あるじ様、ムー心配だったのか。ムーいいよ。ムー、いや、そうだよね、あるじ様にね、懐いてるからな。私のこと大好きなんだよ、公認で。するとムーがすごい勢いで飛びついてきた。それをあるじ様はコンマ1ミリの間隔を空けかわす。するとすかさず抱っこで受け止める。あ、かわすと受け止めるの選択肢がない。ムー頑張ったな。嫌だったよね、不安だったよね。お座り。おっと、お座り。ずっと帰ってこないし、僕心配したんですよ。いやー、ごめんね、ムー。だってもう目が動揺してるのが隠しきれてないもん。ムー、お座り。ごめんね、心配かけて。不安だよな。主様帰ります。こら、ムー、執事が主様に抱きつくなんて言語道断だぞ。ハウレス、そんなこと言うとテディが私に抱きつけないじゃないか。やめてくれる？勝手に法律作るの。すみません。すみません、アルジェ様に会えて嬉しくなってしまって。ムー、そうだよな、不安だよな。お座り。まったく。まったく。いや、そうだよね、でも本当に不安だよ。ハウレス、お座り。え？あれ、そこにいるのは、ん？そこにいるのは、どうも。ちょっとやめてよ、転校生を異質の目で見るの。ね、テディ、大丈夫、怖くないからね。この人たち怖いよね。私の部屋に行こう。テディさん、無事だったんですね。無事だったよ。亡霊とでも思ってるのかい？え、誰？あ、怖い。お帰りなさいませ。悪の霊場じゃない。あ、ただいま、ベリアン。ベロベロベリアン。床は舐めてたかい？推しの子に重曹を舐める子役。
女優っていうキャラでできたからライバルだね。ただいまベリアン。ハウレス君。あ、ルカスさん。テディ大丈夫？ケモクジャラの人は怖いとかない？ケモクジャラ恐怖症とかないかな？ハウレス君もう帰り。ルカスさん、ただいま。私の顔見て、なんかおかしいとこある。すみません。遅くなり心配をおかけしました。すみません。はあ、でもよかったね、みんな無事で。いやいや、ハウレス君が一緒だから心配はしていなかったよ。信頼感がすごい。何かしでかしたときすごい怒りそう。ルカスさん、天使の警報も鳴らなかったし。あれ、おかしいの？テディは心が天使のはずなのに。なんで？うん、きっとテディ君を見つけて彼に寄り添ってあげてるんだろうなって思ったから。さすがリア恋枠。寄り添えていたかは微妙ですが。微妙なの？寄り添えていたよ、ハウレス。謙遜すんな。大丈夫、そこは胸を張ってひざまずきながら寄り添えていましたって。あの、テディさん。テディさん。あ、お、はい。あ、緊張してるな。あ、ハウレス、今回の賭けはドローだね。あ、ハウレス、それこんな心配してくれてる。ハーベリアンさんをさ、賭けの対象にするってどうなの、この二枚舌が。まずは無事で何よりです。ほんとだ、こんな優しい。ほら、ベリアンさんこんな優しい。みんなの心配をしてくれてるんだよ。本当に辛かったですね。真珠をお察しします。あ、ありがとう。お察しされます。お座り、ベリアン。ありがとうございます。お心遣いありがとうございます。テディ緊張しなくていいんだよ。ルームキーあげるからね。30個プレゼントする、全部屋分。でももう大丈夫です。あ、大丈夫なんだ、立ち直ったんだね。はい、ハウレスさんのおかげで見失っていた自分を取り戻せました。ベリアンさん、ベリアンさん、ベリアンさん、俺を悪魔執事の一員に加えていただけませんか。来た、逆赤座。テディさん、テディさん、こっからロマンスが始まる。そうですね、私たちとしてはとても嬉しい提案ですが。テディさん、ダッフィーをどうする気だい、ベリアン。ですが。でも本当にいいのですか。いや、そうだよね、覚悟はいるって言ってたよね。でもその覚悟を聞いた上でしっかりと決めたんだよね。うん、悪魔執事になるということは命を落とすリスクだけではなく、もう二度と普通の人生は歩めないという大きな代償を支払うことになります。いや、そうだね、重い決断だよこれは。例えば朝いつもコーンスナックを食べてたのに、急に目玉焼きに変えるみたいな、そういう重要な決断をしなければならない。はい、すべてハウレスさんから聞きました。テディ、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 俺は、それでも俺は悪魔執事になりたいです。テディ、決めたんだね、君の道を。悪魔執事になって俺の大事な人たちを奪った天使を一人残らず倒します。テディ・エーガー、あなたに剣を授けよう。私と剣となり盾となれ。覚悟はできているのですね。できてるよ、じゃなきゃここに来てない。尻尾巻いて逃げてるだろ、そんな弾じゃないけど。はい、わかりました、わかりました。ああ、ベリアン納得して、まつげ長、エクステつけてる。エクステの悪魔いるかな。ではでは、これからよろしくお願いしますね、テディブラウンさん。あ、ベリアンはエクステの悪魔かもしれない、契約してる悪魔が。はい、よろしくお願いします。テディ、ありがとう。はい、どうぞ、私の部屋へ。やったー、新しい執事さんが増えますね、主様。イエーイ。ちょうどね、ルームシェアをしたかったから。ムーちゃん、ムーちゃん、まだ喜ぶのは早いよ。なんで？あ、なんか言ってたわ、確か。契約をしなければならないって、その時に結構リスクがあるんだって言ってたよね。え？え？あ、聞いてない、ムーは。お前は悪魔か天使かどっちだ？
これから彼に待っているのは悪魔との契約。いやそうだね、悪魔との契約は命がけだって話をしたでしょ。はあ、うん、そうでした。契約って具体的に何をするの？それは、あ、どうもスマホ界のアースラです。ん？その瞬間ルカスとハーレスが罰が悪そうな顔をした。あー、結構厳しいことをするんだね。持ってかれるのかな。聞いちゃダメだった？え？主様。いえ、そういうわけではありません。あ、そういうわけじゃないの？じゃあ教えてよ。ただ契約に関しての話は誰にも話してはならないという決まりがあるのです。そういうことじゃん。じゃあ決まり？はいはい。いいえ、うーん、ただそうですね、契約の間私は数日屋敷を留守にすることになりますし、私だけ秘密を抱えないまま過ごすのか。やっぱ秘密を抱えた者は300年の刑に科そう。最低限の説明はしておかなければ失礼に当たりますよね。確かに。悪魔との契約は？はい、悪魔との契約は？この屋敷では行いません。別の場所で行います。別の場所？ NHK ホール。ミシシッピ川。イッテ Q の6違反の現場。そこに協力してくださる方がいるのです。誰？協力してくださる方？協力してくれる人誰？サルディスケの当主。申し訳ありません。お話しできるのはここまでです。どうかご容赦ください。いいよ、まだ攻めるね。私は鋭利な角度で言えるとこまで言ってよ。あ、じゃあたまたまさ、私がベリアンの部屋のベッドの下にたまたまいて、でそこで秘密を聞いてしまった場合はそれは契約違反になるの。この情報は安易に教えてしまうと身の危険を及ぶかもしれませんから。どういうこと？契約を知ると身の危険が及ぶって誰か襲ってくるのかな。主様、主様の安全を守るためにもお伝えはお控えさせてください。あ、私が契約すると思ってるのかな、もしかして。わかった。あの、テディさん、悪魔との契約はまた後日行います。はあ、そうなんだ。まだ他にも悪魔執事として仲間にお迎えしたい方がいらっしゃいますので。ユーハンでしょ？その方たちの返事を待ってから契約を進めていきましょう。その方たち？その方じゃなくてユーハンのことでしょ？わかりました。ねえテディ、ダッフィー、あと一人来るって、転校生。先輩ずらしていいよ。それまでではどうしましょう。どうかな。屋敷に慣れてもらうためにもここで暮らしてもらうのはどうかな。まあ家もないしね。ダッフィーをホームレスにするわけにはいかない。ここには医者もいるし。確かに、ケモクジャラ恐怖症じゃないから大丈夫だと思う。ロンゲ恐怖症もいるからね。わざわざ病院に戻る必要はないんじゃない？ああ、確かに凄腕の医者がいれば安全だね。そうですね、そうですね。ああ、よかった。テディさんもそれでいいですか？うん、私に任せなさい。テディ、怪我をしたら私が看病してあげる。皆さんがいいのでは。当たり前だ、当たり前だよ。おいで、私の部屋に。ルームシェアだ。私の夢見てた。いいですか、主様。はい、何が？もちろん、もちろん。首がもげるまで、私の肉が断裂されるまでうなずきます。ありがとうございます。今にうなずきすぎて首の繊維が切れてどんどん長くなり、プラキオサウルスみたいになる。プラキオ主様になる。うん、病院の方には今から私が伝えてくるよ。あ、そうだね、急に亡くなったからね。ルカスさん、
よろしくお願いします。ねえ、もう葬儀社に運ばれたのかと思っちゃうよね。では、それじゃあとりあえずテディは2階の羊室で休んでもらうことにしますね。2階の羊室？え、主様の部屋じゃなくて、主様のプライベートルームじゃなくてそうですね、ハウレス君とは少し打ち解けているみたいですし。あ、じゃあ私そこまで自分の部屋から掘るわ、穴を。2階の羊室で過ごすのがいいかもしれません。なるほどね、羊室。仕方ないな。大丈夫かいテディ、怖いことはない、安心して、私がいるから。安心しなさい。ハウレスさんと同じ部屋。あー、憧れの人だった。どんどんハウレスから主様ルートに来てくれないかな。ん、そういえばテディは強い剣士が好きなんだろ。確かに、私も筋トレしよう。週8でします、筋トレ。ランニングマシーン、ランニングしながら走ります。ランニングマシーンを下にキャスターつけて、でそのランニングマシーンを走らせたままランニングマシーンの上に乗り、私がランニングします。2階の羊室にはボスキーもいるぞ。あ、ボスキーも好きなの？ボスキーさんまで。あ、そうじゃん、憧れの。ハウレスさんにボスキーさん、羊さんたちの中でもトップクラスに強い剣士が2人も。脳筋ハーレムだそんな人たちと一緒の部屋に過ごせるなんて喜んでる。いいなあ、ハウレス。私に向けてくる。こんなラッキーなことはあってもいいんですか、ラッキー。ハウレスさん、あのハウレスさん、ボスキさんにもいろいろお話を伺えますかね。刀剣男子になってるね。ボスキはあまり他人を信用しないからな。ボスキ、でも優しいイメージあるけどな、割とズーズーしくない人には優しいイメージあるけどな。話しかけてもあまりいい反応は得られないと思うぞ。本当に？割とオーバーリアクションでやってくれるかもよ。ああいうタイプに限って YouTube 撮影してるかもしれない。あ、そうだ。なんだ？とりあえず焼き菓子を渡せば少しは話を聞いてくれるはずだ。焼き菓子？確かにな。俺がお前のお世話焼いてくれるから、お前はお菓子焼いてこいって。ん？いや、焼き菓子ですか？あ、焼きトレード。ああ。俺が買ってきた焼き菓子は厨房に隠してあるから、後で一緒に持っていこう。隠してあるんだ。なんで？猫ババ？されないように？はい。あ、ありがとうございます、テディ。心配では私はあなたが大丈夫だよ。私も一緒にそっちの部屋に移住してあげる。お菓子隠してたんだ。食べられないようにお菓子隠してたんだ。そしてしばらくの間、テディさんは2階の羊室で暮らすことになった。お菓子をろくに冷蔵庫に置けない家計は家庭崩壊してる返事を待つ既読無視をデビルズパレス2階。俺たちは一度厨房に行き、ハウレスの隠していたお菓子を持って2階の廊下を歩いてた。おお、廊下歩くときって緊張するよね。ホテルの廊下って異常に長くない？ハウレスさん、こういう焼き菓子がお好きなんですね。どういう焼き菓子持ってきたの？まあな、あのハリウッドスターみたいに自分の手形を刻印した焼き菓子かな。そうだな、よく街で買ってくるんだ。あ、そうなんだ。じゃ、焼き菓子が床に落ちてたらハウレスのせいだね。バナナマフィンのクリームのせが好物。糖質に糖質を重ねてる。ご飯の上にパンを乗せてるようなものこれ。そうなんですね。そうなんですね。おお、テディ大丈夫かい？心配ないよ、落ち着いて。テディ主様、主様はハウレスのことをよく、ハウレスさんのことをよくご存知なんですね。知らなかった。私もバナナマフィンのことについてはそこまで経歴調べてない。ポケモン図鑑みたいなの用意してくれないかな。羊図鑑用意してほしい。俺は主だからね。みんなの好物は把握し、ああ、すごい、表の顔だけはご立派、裏は薄い。ありがとうございます。
俺の好物まで覚えてくださりありがとうございます、アルジさん。あ、いいいいよ、当たり前じゃないか。羊の好物なんてアルジからすれば覚えてて当然。アルジ様は本当に私たちのことを大切に考えてくださっていますよ。そうだね、スイッチを押せばテレビをつけれる、それぐらい常識のことだよ。羊の好物なんて。こんなに優しくて素敵なアルジ様は世界中探してもボス凡人様しかいません。私のことボス凡人って言ってる。けなしてんのか信頼してんのかわからん。ボス凡人だって私こんな名前だったんだね、知らなかったよ。溺愛されてるボス感があっていいね、ボス凡人。そうですね、ああ、ボスだから優秀であれよ。照れるからやめてよもう。皆さんすごく素敵なご関係なんですね、テディ。私とテディの関係はもっと素敵になるよね、ハウ太郎。はい。さあ着きました、ここが2階の羊室です。おお、来た。ええ、もう着いたんですか。まだ心の準備がマーキングしなくていい、テディ。ノクとかした方がいいですよね。ああ緊張してるね、テディ。ノンクなんていらないよ、この豪邸じゃ。ノックなんて喧嘩しようぜの合図だぜ。テディさん緊張してる？ふむ、何をそんなに緊張してるんだい。あ、それは緊張するに決まってますよ。あ、そうだよね、テディ、本当に分かってない、剣士心が。だって憧れのハーレスさんが生活しているお部屋ですし、うん、それにボスキさんまで住んでいらっしゃるんですよね。お、確かにな。二強？ああ、あ、裸。まあ上裸は何歩あってもいいですから。ああ、俺がなんだって。キサ、あ、夫愛なんだね。あ、うわ、ボスキさんって、なんで上半身裸なんですか。まあボスキ家に伝わる儀礼だよね。はあ、風呂上がりだからに決まってんだろ。あ、風呂上がりなんだ。へえ。まあいいんじゃない、上半身裸でも。ん？ん？っていうか、なんでお前がいるんだ。ああ、別に私は気にならないよ、上半身裸でも。葬儀に上半身裸の人がいても全然気にならない。それは。それは。だよね。ボスキ君。ボスキ君？その話の前に。主様の前でそんな格好はいけませんよ。私は気にしない派だからな。そうは言われてもサウナに入った後は暑くて服を着てられないんですよ。じゃあ仕方ないわ。どうしようかな。じゃあサウナの中で服を着たまま入ってればそのまま出れるんじゃない？だって服を着たままの温度を保てるわけだから。はあ、言い訳をする前にまず早く服を着て主様に謝れ。ふーん、お堅いね、はあ、みんな。はあ、なんでお前に指図されなきゃならないんだ、ハルス。あー、気持ちいい。エッチー、裸。肌色の面積が広いと私はもたえる。つうか、主様はもう何ヶ月もここで過ごしてるんだ。なるほどね。せめてさ、ブラぐらいしてほしいよね。でもボスッキー、本当に乳首出す前に俺の上裸ぐらいもう見すぎて慣れてるだろ。慣れないよ、いつも新婚の気持ちで心を保ちなさいって。わからない、この儀礼が。ラーメンな、主様。ボスッキー、そうだね。まあそれはどうだろう、あんま納得してないわ。何も分かってないな。裸の付き合いってあるよね。まあ片方だけ裸なのはなかなか見ない。おい、ボスキー、主様を困らせるんじゃない。
でもせめてもう上裸だったらもう下も脱げよ。まったく。まったく。いいから早く部屋に入って服を着ろ。中途半端なんだよね、脱ぎ方がやっぱり。もうなんなら、頭のカツラも外していいんじゃないかな、ボスキー。ボスキ君。ボスキ君、お願いします。着替えてきなさい。はあ、はあ、わかりましたよ、ベリアンさん。あ、ベリアンの言うことを聞くんだ。さすがベロベロベリアン。ごちそう。はあ。はあ、ボスキさんは相変わらずですね。確かに、裸で歩く。サウナ男の亡霊とか、噂になりそう。悪いな、テディ。あいつは普段から少しだらしないんだ。すごい、さすがボスキさん。よく鍛えられていますね。あ、テディ。目のつけどころがシャープですね。あのバランスのいい筋肉を見ただけで、ボスキさんが強い理由がわかります。あ、筋肉図鑑持ってる筋肉マニアの見る視点は違う。そうだよね、テディ。まず気になるのは筋肉の線だよね。うん。どんな鍛え方をしているのかアドバイスもらいたい。確かに。何を見てるんだろうな。ライズアップ通ってるのかな。オーダーメイドライズアップしてる。うん、おい、テディ。あ、え、あー、すみません。あ、筋肉オタクなんだね。ちょっと夢中になってしまって。明日からテディを喜ばすために、執事がみんな上半身裸で廊下を歩く羽目になるな。俺、強い剣士を前にすると、いろいろ知りたくなっちゃうんです。まあ、それはあるよね、誰でも。知りたいよね、なんでも。強くなるために、何をか、吸収できるところはないかって。いや、そうだよね、テディは。生粋の戦闘スタイル。マニアだもん。つい夢中になってしまって。いいんだよ、テディ。落ち着いて。テディ。でもね、上半身裸の人を見て、興奮するのはちょっと、勘違いを生むから。少し抑えた方がいいかもね。はい。テディさんは強い剣士のことになると目が輝いていますね。そう、ちょっと語弊を持っていうかね、テディがね、上半身裸が好きってなっちゃってね。もしかしたら上半身裸になればテディに求婚できるんじゃないかとか思っちゃう人もいるからね。あんまり上半身裸が好きっていうのは公表しない方がいいかも。趣味から消しとくね、上半身裸干渉って。うん、そうかな。うん、やっぱりテディは剣士オタクだ。あ、筋肉の、うん。ごちょう。うん。キャー、ボスキさんのエッチ。ほらよ、ちゃんと着替えてきたぞ。キャー、よし、それじゃあテディ入ってくれ。キャー、言ったよ。失礼します。どうぞ、テディさん。ダッフィーさん、お入りください。どうぞ、いいですよ、お入りください。ここが執事の皆さんのお部屋ですか。お、ん、ワンルームシェア。おや、おや、アモン君とフェネス君はいらっしゃらないんですね。お、アモンも確かに。あれの部屋を紹介するっす。あれの部屋は毎日ばらまいてるから足がトゲだらけになるっすわ。何も問題ない。今日からこの部屋に過ごすにはバラをカツの中に突っ込んでもらうっすよ。何も問題ない。アモンは俺と入れ替わりで風呂に行って。お、え、どう風呂しないんだ。アイブロしないの。フェネスは多分書庫で読書に夢中になっているんじゃないか。あ、さすがショコタン。ふむ、そうなのか。ああ、ショコタンとお風呂レイヤーね。おい、ていうかなんでここに偵察隊の副隊長がいるんだ。あ、今聞いた。賢い、ボスッキー。頭いいね、さすが切れ者。あ、リーダーの器。テディはこれから俺たちの仲間になることになった。そうなんだよ。ん、仲間？悪魔執事になるってことか。お、勘がいい、ボスッキー。上半身裸じゃないのに。はいはい。あ、
テディ、大丈夫？不安じゃない？悪魔羊を増やすって話はさっきルカスさんから聞いたが、こんなに早く決まるとはな。あ、ルカスさんとお風呂入ったの？テディの実力は相当なものだ。きっと俺らの力になってくれる。あ、いいじゃん。ボスッキーは眼帯の悪魔と契約して、アレスは妹の悪魔と契約してるからな。この二人が言うんだから間違いない。なるほどな。なるほど。まあお前がそう言うならそうなんだろう。うわ、こういうところツンデレ出すよね、ボスッキー。だが、だから嫌いになれない。だがテディ、お前は本当に悪魔羊になって大丈夫なのか？ボスッキー。何か心配なことでもあるんですか？何も聞いてないんだね、ムーは。居眠りして先生に後で聞いてノートを写させてくださいって頼むタイプだ。うん。こいつはグロバナー家直属の兵士だろ。うん。まだ偵察隊の隊長にも話は通してねえだろうし。確かに伝書バトを、うん、勝手に決めて何も文句は言われねえのか。確かにね。いや、それはある。まあでもな、グロバナー家って契約なんてへみたいなもんでしょ。結局あるようでないじゃん。匂うようで匂わないじゃん。そりゃ確かに。それはそれはおそらく大丈夫だと思います。なんでテディ、どうして確信があるのかい？俺実は副隊長の席から外れることが決まっているんです。謀反を起こしたから？謀反っていうか、そうなの？え、なんで？だって前反抗したのは許されたはずだよね。一番の理由はハウレスさんが天使との共謀を疑いの天使との共謀の疑いをかけられ捕まっている時、はい、幽閉されている場所を皆さんに明かしたからですね。あ、明かしたんだ全部。へえ、テディやるじゃん。そのおかげでハウレスは助かったからね。 MVP じゃない。機密情報の漏洩は重大な規則違反ですから。機密情報の漏洩は規則違反と罰するくせに、自分たちのしでかしたことは罰しないって理不尽じゃないかい？それにもともと今回の件で兵士は辞めるつもりだったので。ああ、ハオレス、罰が悪そう。はい。グロバナー家の部隊には俺の居場所はもうありません。安心しろ、ハオレス。あれに関してはハーレスのせいじゃないからね。グロバナーキの、あー、テディ、そうだよ、我が家だよ。おいで、マイホーム。カントリーロード、この道、ずっと行けば、あの街を爆破する気がする、テディロード。なるほどな。なるほどな。あ、なるほどな。オッケー。わかった、理解した？ボスッキー。ですが一つ問題があるとすれば、もう上の空になってるんじゃない、ボスッキー。問題？貴族の皆さんは俺のことを信用しないでしょうね。あーた、貴族のなんか許可必要なんだっけ、これ。羊邸で働くには市場を挟み明かしてはならない情報を外に漏らした。俺はそういう人間だと貴族の皆さんは思っているはずです。いやでも、まあ、確かに機密は漏らしたかもしれないけど、いつも向こうは不満を漏らしてくるから言い分言い分だよね。言いたい放題言いやがって。それは大丈夫です。失った信用は取り戻せばいいんですよ。確かにね。はい。下げるのは簡単なんだけど上げるのが大変なんだよね、信用ってね。おい、おい、テディ。なんだ、ボスッキー。え、は、はい。え、どうしたの急に。眼光鋭くして、さっきからずっと気になっていたんだが。あ、やっぱ上半身裸に服を着せられたことが腹立たしくて恨んでるんだよ。テディ、私の部屋で寝よ。おいで、テディ。なあ、その手に持っている焼き菓子はなんだ。焼き菓子？なんで？そっちに目が行ったの？なんでそんなに大事そうに持っている？
ああもう獲物に目を向けてる。早い。これはそのハウ。あ、にゃ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 。ハウレスさんのエキスがします。でテディが土産を持ってきてくれたんだ。あ、ナイスフォローハウレス。今日からしばらくこの部屋で世話になるかなって。あ、なるほどね。ボスッキーにテディが気に入られるためにすごいね。ふーん。なんかツンデレ令嬢みたいな立ち位置になってるね。そうだな。どれどれ。へえ、なかなか美味しそうな菓子じゃねえか。あ、俺が世話を焼くからお前は菓子を焼けって。焼きトレード。あの、俺が買ってきたことにしていいんですか。あのお菓子はハウレスさんのじゃん。目の前で喋っちゃダメだよテディ、全部聞こえてる。ああ、いいんだ、その方が早くボスキとも打ち解けられる。おお、ハウレス偉いな。ハウレス、お座り、お座り、シットダウン。でテディはいつまでこの部屋で過ごすんだ。ハウレス、ボスキ、お座り、おまわり、おだまり。それは、それは、うん、はい。とりあえずは他の羊候補の方がどうなるか決まるまでですね。あ、夕飯のこと？夕飯だよね。でも肩立ちって言ってたよね。他の羊候補。あ、気になってる。いや、夕飯。それは、それってあと何人増えるか決まってるんですか？あ、実は僕もそのことがずっと気になっていたんですよね。なるほど。ああ、もう食いつかなくなったお菓子に。あんだけ食いつき早かったのに。ヘンゼルとグレーテルより3倍はスピーディーにお菓子に食いついてた。俺もずっと思ってた。あと2人を予定してます。2人？え、夕飯でしょ1人は。あと1人誰？ちなみに1人はすでに声をかけていて返事を待っている状況ですね。鉄アンドトモ。夕飯じゃなくなる。ん？返事を待っている。誰だろう。タカアンドトシ。そうですね。ハウレス君とボスキ君はお会いしたことはありますよ。え？ハウレスとボスッキーだけお会いしたことあるの？私は見知らぬ人。ただ主様とムーちゃんはまだお会いしたことはありませんね。私見てるかもしれないな、その人。もしかしたら出てきてるかもしれないね。最近はお忙しいのか、ここ数年は屋敷にいらしていませんから。あ、屋敷に、え、なんかどっかで会ってる可能性、ストーリー中でどっかに会ってるとか、なんかどっかで見てる可能性あるよ、その人。新キャラ？ふむ。俺とボスキは知っていて、ここ数年は屋敷に来ていない。非常勤講師。あ、もしかして誰だ？5年は来てないって。ああ、ああ、あの人か。え、心当たりがあるの？そうか、もうあれから5年経つのか。5年もいないとなると、もうだって首宣告じゃないの、それは。はい。ええ。え、どんな人なの？うん、彼の名前は、彼の名前、あれ、何？何ここ？ロミオとジュリエットと一休さんのコラボレーションルームみたいな部屋来たけど、和と洋がぶつかり合ってる。全然強調し合ってない。花丸、ねえ、花丸ってば。バッとバツ丸の親族か。いや、花丸サンリオにいない？花丸って。バッと花丸。ほら、起きて花丸。これ羊、私が見たことある可能性あるな、バッと花丸。あ、起きた。まだもう少し寝かせてくれよ。あ、今、あーって聞こえたね。え？そう言って今日ずっと寝てばっかじゃんか。寝てばっかなんだ。起きなさいじゃん。もう夜だよ。俺たちお腹空いたんだけど。まだ1時間も経ってないのに、1日経ったっていう風に
思わせて、早くご飯をゲットする算段。の、え、マジ？え、ん？待って、この執事だよね、多分。私見たことある可能性あるんだ、全然。やっば、焦ってる。あ、ちゃんとあるんだ、常識の観念。悪かったよ。悪い悪い、早いとこ飯にするか。悪かったよって聞こえてきたね。ヒントがどんどん与えられてきてる。もう夕飯は自分たちで作ったよ。あ、作ったんだ。早く花丸も来てよな。え、ここ個人？どこなんだろう。今日が一緒にご飯を食べられる最後の日なんだから。最後の日なの？え、なんだろう。え、ああ、そういや、そうか、孤児を預かってる場所なのかな。わかった、わかった、すぐに行くから待っててくれ。え、人は別に悪くなさそう。なんで5年間もいなかったんだろう、この人だよね。うわあ、くびのしすぎで、あくび ASMR でみんなが眠くなってしまうから、もうこの屋敷には住まないでくれって追い出されてとか。やれやれ、あいつらも立派に成長したもんだな。はお母さん的な立ち位置だね。見たことあるんだ、私多分。もう俺がいなくても大丈夫か。知ってるぞ多分。明日になればあいつらはここを出ていく。いや、これ知ってるパターン大体あるんだよ。子供の成長は嬉しいけど、やっぱり少し寂しいもんだね。おお。いや、このね、ラフな口調とかいるもん。さてと、おう。なるほど、そういうことか。あ、だから全てがつながった。で、こうでこうでこうして、ああしてって、うん、今までのその順序よくストーリーを並べてみると出る答えがある。この人を見た途端に私は思いついたわけ、この言葉を。誰？誰だか、私見たことないわ、この人。それじゃあ行くか。アングラフェイスのイケメン見たことない。誰だよ！知らねえよ！どうしよう！